橋。さて、今日はそうですね、やっぱ日本橋来たってことでね、メイドカフェとか行こうかな。やっぱいっぱいキャッチしてる女の子がおるし、ほら見てください、可愛い女の子がって感じで。あれ、あさみちゃんよ、何してんの。はい、そこはね、りんちゃん、さあ張り切っていきましょう。今日も何してんの。はい、あ、そういう感じね。そういう古虫な感じね。はい、はい、私のね、すぐそこ、でんでんタウンですね。私のお家ですね、うん、ね、あんたな、そっち。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんみたいな感じですね。お、太陽出てきたな、いきなし。太陽さんさん、いっぱいあります、メイドカフェ。どういうとこ行きましょう。どういうとこ行きましょうか。ねえ、ちょっとさ、メイドカフェ、まあ、コテコテなのかな、うん、後々でいいから、うん、それはちょっと女の子と出会ってない、ちょっと女子力アップだから、ね、うん、最近ちょっと私、女子力ないなと思ったので、うん、女子力アップです。なんかいいとこないですかね。そうね、結構あるもんな、メイドカフェ。メイドカフェ結構、ちょっとガチで、なんか浴衣着てる、かわいい、かわいい、かわいいけど、うん、ちょっと着てみようか、うん、すいません、お忙しいとこすいません。ちょっとね、ユーステーションっていうサイトで、全部回らせてもらってるんですけど、取材とかって大丈夫ですかね。他に聞いてもらってもいい。あ、わかりました、すいません、ありがとうございます。出ます、出ます。こちらユーステーションというサイトで全国いろいろ旅してるんですけど、はい、今日日本橋撮影させてもらってて、はい、いろんなお店ご紹介させていただきたいんですけど、はい、撮影とかって大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。撮影とかいい、はい、こちらお仕事。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらメニューです。はい、初めてなんで緊張してるんですけど、はい、じゃあお店の説明少しさらっとさせていただきます。授業料、授業料って何ですか。授業料っていうのがありまして、授業料っていうのはお席に着いた時のチャージ料みたいなものなんですが、お一人様1時間前に500円発生するっていうものです。はい、基本的にあと1時間につきワンドリンクっていうのは決まってるんですけど、はい、こちらだけお願いします。はい、メニューがあるのでよかったら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ください。じゃあポイ科学習帳懐かしい、ね、しかも自由帳なんで、うん、自由にゆっくりくつろいでいただけるっていう感じですね。すごい、すごい、初めて、うん、全部手書きやで、ね、すごい、すごい、ほんま自由って。カフェっていうよりはバー。そうです、じゃあバテン風バーって形でやらせて、黒板っぽい、うん、そうで、あんたの好きなお酒いっぱい。そうお酒好きです。お酒好きです、ありがとうございます。すごい、お勉強カクテル、お勉強カクテルっていうものですね。女の子たちが一応生徒後輩っていう形で出していただいてるんですけど、うん、でその女の子たちがお客様に合ったカクテルを作りするっていうものなんですけど、おすすめです。おすすめ。すごい、いや、これってちょっとお客さんにどんどん来てほしいんで、はい、視聴者の皆様に分かりやすいように何かおすすめのものってご提供していただけますか。はい、一応愛して学園おすすめしてるのが今お話ししてたお勉強カクテルっていうものなんですが、はい、まあ、甘いのが好きだったり酸っぱいのが好きだったり好きなものを選んでもらえるのですごいおすすめしています。じゃあお勉強させていただこうか、はい、そうしましょうか。そうしましょう、はいはい、じゃあ今日はお勉強カクテル作らせていただきます。お願いします。お願いします。アルコールノンアルコールって選べるんですけど、どうしましょう。アルコールで、はい、いいですか。ありがとうございます。お願いします。両方ともアルコールで、はい、はい、わかりました。じゃあ別々に、そうですね、私のイメージで作ってください。イメージで、もう甘いのとか甘いのがいい、甘いのが、甘いので、はい、なりました。そう、甘い系やろ、甘い系でいくわ。やめてよ、でも顔的に甘い系ちゃうじゃん。甘いほんで辛い系でって辛い系さっぱり系でお願いします。はい、わかりました。はい、
はどっちのカクテルですか？あ、お姉さんのです。さっぱり系の。さっぱり系の、はい、全く甘みのない、あなたの店。甘いやろ、どっちか言った。甘いの、甘い、ちょっと甘いかもしれないですけど、ちょっと、うん、全然ちょっと甘すぎ、甘さ上げた方がいいと思う。あ、本当ですか、うん、あ、逆、あ、こっち。あ、お姉さんのですか。こっちがさっぱり。あ、さっぱり、さっぱり。じゃあ今作ってるのが甘い方です。甘い方は私です。はい、甘い方です。じゃあお姉さん、甘いの好きですか？どういう甘さか、うん、もうガムシロ飲んじゃうぐらい甘い。ガムシロ飲んでる。すごい。え、じゃあもうコーヒーとかすごい。コーヒーは無糖派です。あ、そうなんですか。変でしょ。どういうこと。変なやつなんで。変なやつ。すごい、食べる。あ、すごい。かわいい、かわいい。お待たせしました、お勉強カクテルです。ありがとうございます。はい、いただきます。一番いいんでお出かけください。はい、すいません。はい、お待たせしました。ありがとうございます。さっぱりカクテルいただきますよ、うん、いただきます。はい、乾杯。おお、どうですか。結構、うん、ガツンときます。アルコールが、うん、ガツンと来て、甘みがふわーみたいな、ストロベリーふわーみたいな、ツンデレみたいな感じですね。ツンデレみたいな。ちゃんとやん、あんた。ほんまに。じゃあ、いただきます。うん、うん、全然飲みやすい、うん、さっぱり、夏って感じです。朝夏。はい、ありがとうございます。見てください、これ。映ります？光ってるんです、コースターが、うん、暗くしたら分かるんですけど、これすごくないですか。うん、初めて見た、うん、初めて見た。これすごい、めっちゃ甘いんだけど、うん、最初ほんまにガツン来たみたいな、だから、うん、ほんまに私みたいな感じだね、うん、ガツンとしてるんですか。ガツンとしてますね。初対面でも全然ガツンっていくんで、うん、ガツンってきて、知り合ったら甘々なんかな、うん、ツンデレですね。にゃん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 、よっちゃんくん。おい、やめろよ、そんな。私こういう感じのさっぱりなんで、ちょっと、はいはいはい、はい、あ、めっちゃ美味しい、うん、全然さっぱり、うん、飲みやすい。じゃあいただくかな。なんか、顔きついし、うん、顔きついし、まあ、すっぴんやばいんですけど、顔きついし、なんか近寄りがたい、何笑ってる、近寄りがたいイメージなんですけど、ほんまは絡みやすいっていう感じがこのカクテルに現れています。うん、一瞬しか会ってないのにね、よう分かってるわ、お姉さん。ほんまに、まさかガツン、ツル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 、誰がツルトンタン、ツルトンタン。いただきます。あ、めっちゃうまいにゃ。うん、うん、全然飲みやすい。でも甘い、美味しい。いちごですか。あ、そうです。ね、めっちゃいちごベースです。甘い、美味しい。外でもね、なんかいろいろやってるみたいで、今ヨーヨーとかもやってましたよ、うん、で、浴衣のお姉さんがちょっとフランクフルト焼いてます。はい、トウモロコシだ。トウモロコシだ。まさかの嘘。やったん、すいません。いいです、すいません、ありがとうございます。トウモロコシさんにいただきました、焼きたてトウモロコシ。すごい、もしも、すいません、いただきます。いただきます。めっちゃでかい。ほら、あさみの顔より長いかな。そうでもないか、ちょっといいか。いただきます。
いいですね、これ、うん、CM 来るんちゃうかな、こんな私が食べたら。いただきます。見てこのタレの感じ、最高。おいしい、甘い。うん、これやばいわ、うん、やばいです。久しぶりに食べた、うん、夏って感じ、うん、なんか結構、うん、天神とかさ、うん、お祭り行くけどさ、うん、トウモロコシってあんま手出さんやん、うんうんうん、めっちゃ食べると美味しい、うんうん、お酒もトウモロコシも美味しいな、うん、ありがとうございます。はい、あとね、一、はい、ついいですか、はい、このユーステーションめっちゃ食べるやんユーステーションを見たって見て来てくださったお客さんに、はい、視聴者の方に何かサービスとか割引とかしていただけないですか。事業料があるんですけど、はい、チャージ料みたいなものなんですが、その事業料をユーステーション見ていただいた方には、1時間目だけ無料にさせていただくとかでもいいです。はい、全然ありがとうございます。1時間目ただで授業受けれる、ほんまにありがとうございます。あとよかったらね、こちらの U ステーションステッカーなんですけど、はい、お店の分かるところに貼っていただけないですか。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。美味しかったです。こっちもほんまにありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。